テクテクネバールくん、今日はネバールくんが体験した怖い話を紹介するネバー。これはある怖い夢を見た時のお話ネバよ。ネバールくんが寝ていた時のこと。夢の中でネバールくん楽しくお散歩をしていたネバよ。すると突然電柱の影から刃物を持った怪しい人が出てきて、ネバールくん刺されちゃったネバよ。怖くなってその日はパッと目が覚めちゃったネバよ。ネバールくんせっかくだからお外に散歩に行くことにしたネバー。外はいい天気。ネバールくんは楽しくお散歩したネバよ。すると次の瞬間ネバー、夢で見たのと同じ電柱の影に刃物を持った怪しい人がいるのを見たネバよ。ネバールくん怖くなってママに電話をしてお迎えに来てもらうことにしたネバー。すぐに来てくれたママと合流して安心して電柱の前を通った時だったネバー。すると怪しい人がこう言ったネバ。夢と違うじゃないか。ギャー。みんなも怖い夢を見たときは気をつけるネバよ。それは夢じゃないかもしれないネバだから。してネバー。